Hey, Kazuki ya! 今日はね、2枚のコインの瞬間移動というものをお教えしたいと思います。この方法は、まあ、古典的なやり方といえば、まあ、古典的なやり方にはなるんだけども、まあ、私のオリジナルムーブというものが実は入っていました。なのでね、まあ、知りたいよという方は、まあ、解説の方を見て、しっかりマスターしていただいて、ぜひ使ってください。ではね、早速解説の方に行きたいと思います。はい、では早速解説の方に入っていくんですが、同じコイン2枚を準備して一緒にやってみてくださいと言いたいところなんですが、実はこれ3枚コインを使ってました。なので同じコイン3枚用意して一緒にやってみてください。で、今日使っていた技法の名前なんですが、バックピンチというものが出てきます。そしてバックピンチムーブ、まあ略して BP ムーブというものが出てきます。なんだそりゃってなると思うんですよ。この BP ムーブというやり方はどこでも解説してるものはないと思います。というのもこれは私のオリジナルムーブになりますので、まあ覚えたいよという方だけ覚えてください。で、まずバックピンチって何って話なんですが、まあ以前にも紹介したとは思うんだけども、このように小指薬指の間でコインを挟んで、このように手を空に見せる方法です。これをバックピンチと言います。で、呼び名がゴッシュマンピンチ、展開ピンチ、バッククリップ、そして、バックピンチ。まあ、このようにね、いろんな呼び名があります。なので、好きな名前をまあ使っていただいても別に構わないんですが、私、人の名前がついた技法っていうのは、なんか好きじゃないんですよ。うん。ゴッシュマンピンチっていうのはね、アルバート・ゴッシュマンっていうマジシャンの名前でついてるんですよね。で、展開ピンチっていうのも、石田展開っていう方の名前で、一応、展開ピンチという形になってるんですが、なんかね、こう、歴史をね、聞いてる話だと、まあ、学んだ限りではなんか石田展開のものをアメリカで流行らせたのがゴッシュマンで、ゴッシュマンピンチと呼ばれたとか、なんかいろんな説あるんですよ。なので私その時代に生きてませんので詳しいこと分かんないんで、バックピンチで私は呼んでます。はい、まあこういうマニアックな話はちょっとね少々置いておきまして、で3枚コインが準備できましたら、とりあえずね、バックピンチのまず練習してください。どのようにやってるかというと、まずこのようにフィンガーチップレスト、薬指ありますよね。この位置にこのようにコインを乗っけます。で、親指をここに添えます。そしたら、このままキュイッとこう、中に入れてやります。このように。そしたら、この小指で挟みます。で、このまま広げると、このようになります。はい、もう一度やりましょう。このようにフィンガーチップレストの位置に持ってきて、親指でここで固定して、中に入れます。で、小指でこのエッジの部分を挟んでこのまま伸ばします。このような感じですね。はい、これ難しいと思うんで、まあある程度練習は必要になります。はい、で、これがバックピンチという方法になります。で、フィンガーパームからのバックピンチも同じです。このようにフィンガーパームから親指で伸ばしてフィンガーチップレストの位置に持ってきて、このままこのようにやる方法です。はい、で、これができるようになりましたら、まあ初めて演技のスタートになります。フィンガーパーム、まあ右手でも左手でもどっちでもいいんですが、右手にとりあえず私はパームしていきます。フィンガーパームね、フィンガーパームしてスタートです。で、2枚のコインをこのように示します。そしたらですね、1枚をこっちで取り上げます。で、2枚目のコインをこのようにここにぶつけながら置きます。するとこっちに持ってないように自然と錯覚しちゃうんですよね、人って。自然に見えるじゃないですか。で、ここからユーティリティムーブ、ユーティリティスイッチという技法が出てきます。まあ過去にも紹介したのあるかもしれないんですが、一応お教えします。2枚のコインを渡したように見えるんですが、1枚をこちら側でフィンガーパームしてしまうという、そのような方法です。まあ、要するにコインを入れ替えてるんですよね。このように2枚今ここにあります。で、こっちにフィンガーパームしてますよね。で、このようにしてこちらが1枚をフィンガーパームしてこちら側に移したように見えるんですが、これ2枚を移したように見えるんですが、実際はこのようにこちら側に1枚コインを隠し持っているという形になります。これをユーティリティムーブ、ユーティリティスイッチというので覚えておいてくださいね。このようにしてこのように渡した動きでこちら側に密かにパームしてしまう方法です。そしてこれができるようになりましたら、このようにして1枚のコインをここでバックピンチの位置に持ってきて、このまままず広げます。すると1枚と1枚に
移動したように見えるじゃないですか。実際はここにあります。でもう一度いきましょうか。このようにしてこうですよね。2枚になりました。で握った動きでここでバックピンチします。でこのまま返しながらやると1枚1枚移動したように見えます。でこっからです。ここでバックピンチムーブという私のオリジナル技法が出てきます。どうしてるかというと、このこちら側のコインを落とすときに、こちら側のバックピンチのものを落としてるんです。このような動き。そしてこちら側をそのまま落とす。よくわかんないでしょ、言ってる意味が。もう一度いきましょう。まあ、バックピンチしてる状態ね。このようにバックピンチして、こうなってる状態。ね、バックピンチね。で、こちら側を返して落とすような動きするんですが、こっちから落としてます。で、このように。で、このような動き。するとこっちに1枚残るじゃないですか。で、あとはこのままこちら側をラッピングです。取る動きでラッピングして、ラッピングしてしまって、で、こちら側もこのように取って。すると自然と2枚と0枚になりますよね。で、移動が完了ということになってたんです。まあ、詳しいやり方の方ね、ちょっと今バックアングルから見せたいと思います。はい、ではバックアングルからお見せしたいと思います。はじめにフィンガーパーム、右手でフィンガーパームをしてスタートです。2枚のコインを示しましたら、まず左手で1枚このようにコインを、フィンガーパームポジションね。この時フィンガーパームできるような位置に持っておいてください。で、もう1枚のコインをこのようにここにぶつけて2枚を示します。そしたらコインを持ち帰る動作でユーティリティスイッチ、ユーティリティムーブをします。するとこちら側に今ありますよね。そしてここでコインを握るんですが、この時に親指でこのようにバックピンチムーブでこうすると1枚1枚に移動したように見えると。そしたらこのバックピンチしているものを落としてこのようにこちらから落としたように見せます。これを BP ムーブ、バックピンチムーブと言います。そしてこちら側のコインを落としてやる。そしたらあとはこれをこのようにテーブルの下にラッピングしてしまって、こちら側のコインを握ってこのように振って移動したことを示します。もう一度普通のペースでやってみたいと思います。フィンガーパームをした状態でスタートです。で1枚このようにでユーティリティムーブで示します。このようにバックピンチをします。で1、2、でこれをラッピングしてこのまま移動したように見せる、まあ、このような方法です。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、2枚のコインの瞬間移動というものをテーマでお教えしたんですが、まあ、正確には3枚使ってるんで、まあ、エキストラコイン使うパターンの瞬間移動ですよね、うん、ただ中にはこのコインを使わないで本当に2枚のみで行うノーエキストラで行う瞬間移動もあります。ただその方法っていうのはこの方法の5倍以上は難しい方法になりますので、まあ、まず初めに今日教えたものを一応覚えておいていただけると、まあ、今後にも役立つかなとは思います。で今日のテーマはね、バックピンチです。ね、最初これ難しいと思います。使う時とかも怖いと思います。なぜならこれチラッと見えちゃうんですよね。なので私これ単体では絶対バックピンチ使わないんですよ。2枚の時に使うんです。なぜならこの2枚のコインであれば、例えばこのようにチラッと見えても1枚のコイン、これがなんか光ったんだみたいな感じの錯覚できるじゃないですか。錯覚ってか、なんて言うんだろう、なんか人ってそういうことになってるんです。2枚にほら2枚でやると多少見えてても見えないんですよね。ただこれ1枚でやっちゃうとどうしてもやっぱり見えちゃうんですよね。これなんでなんか光ったぞってなっちゃうんですよ。なのでまあ複数枚で行ってください、バックピンチを行うっていう。もしくはもうバックピンチ単体で使うときはこのように手で隠して使うとか、カバーする方法、あとはまあテーブルをうまく使うとかですね、まあ、ここでこう使うのとテーブルがここにあってここでこう使うものでは全然違ってきますから話は、なのでまあ研究してください。あの角度とか、あとなんだこう使い方っていうのは、どうこのようにね手を返しながらやるとコインが見えにくいのかとかってね、自分で分かってくると思いますので、はい、ではね、今日はバックピンチ、そしてバックピンチムーブの紹介をしました。まあ、次回もねまた動画頑張って作りたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。まあ、いいと思ったらグッと押しておいていただけると助かります。ではバイバイ。